はい、こんにちは、メタモン先生です。はい、では今日はこちらの、スイッチから出たスーパーカービィハンターズの、4つのジョブの、カービィちゃんたちをプラ重ねプラ版で作ってみました。はい、ではこちらの、作り方動画を、撮っていきたいと思います。はい、ちょっと反射しててすいません。はい、ではこんな感じです。はい、どうぞ。はい、では作っていきたいと思います。はい、ではまずはこちらに、このように紙に、まずイラストですね、プラ板にしたイラストをこのように描きました。で、これ作った時に描いたのもこんな感じで、携帯の、サイト見ながら、カービィちゃんとかワドルビーを描きました。ではこれを今からプラ板に移していきたいと思います。はい、ではこんな感じで、プラ板に絵を描いて、でそれで、ポスカで色を塗って、で切り取って、オーブントースターで焼いてきました。まあ、こんな感じで今回は、いつも半透明のプラ板を使うんですが、今回は、透明の、ダイソーで売ってる、プラ板を使いました。はい、ではこちらを、今からレジンでコーティングして、これ一応重ねプラ板になってるので、このように全部組み立てて重ねていきたいと思います。とりあえず上のコーティングが終わったので、これを重ねていきたいと思います。なんかパズルみたいで楽しい。
はい、じゃあこれを一度、公開していきたいと思います。はい、ではこんな感じで出来上がりました。はい、こんな感じです。意外とサイズもちゃんと合ってたので、これだけちょっとあれだったんですけど、でもまあ全部ちゃんとサイズがぴったり合ってよかったです。はい、ではまずこちら一つずつ紹介します。これがヒーローソードです。でこの子は、剣を別で作って重ねプラワーにしました。はい、こんな感じです。はい、では次はこちらのヘビーハンマーです。この子はこの上のこの羽のやつの部分を重ねプラワーにしました。ちょっとここら辺色ムラあるんですけど、ちょっとポスカで塗ったので、ちょっとはい少々そういう部分があります。はい、これはハンマー持ってて可愛いですよね。なんかカービィちゃんの種類で結構ハンマー持ってる子多くて、私このハンマー持ってる子がすごい好きなんですけど、この子もすごい可愛いなって思います。はい、では次はこちらのヒールドクターです。はい、この子はメガネをかけていて、で上にこのようななんか帽子をかぶっていて、なんかすごい賢そうな感じの子です。はい、で、この子は帽子とこの、なんだろう、試験管みたいなやつが、別で作って重ねました。はい。では次はこちらのマジックビームです。この子は、この、かぶってるこの、なんだろう、布みたいな感じですね。これと、あとこのステッキみたいなものを、別で作って重ねプラバンにしました。こんな感じです。この子も結構可愛いですよね。はい、はい、ではこんな感じで作ってみました。で、この4つのジョブもまたなんかいつも私樹脂粘土でいろんなのカービィちゃんを作ってるんですけど、いろんな変身してるカービィちゃん、それもまたこの種類で作っていきたいなと思っています。はい、ではこんな感じで終わりたいと思います。よかったら皆さんも作ってみてください。はいではこんな感じで今日も最後まで見てくれてありがとうございました。ではバイバーイ。